ロバート・スコット・ジェンクスは、カリフォルニア州、ミッション・ヒルズ出身の元プロ野球選手、ウトウ・ミギウチ。2000年に、ドラフト5巡目で、アナハイム・エンゼルスから指名を受け、プロ入り。2004年に、肘の手術を受け、その年エンゼルスから戦力外通告を受け、ウェーバー工事され、12月17日にホワイトソックスへ、移籍した。2005年7月5日に、同球団で、 メジャーデビューを果たし、32試合に登板し、脱三審率11.44を記録した。ポストシーズン、ワールドシリーズへ進出し、第4戦でジェンクスは、史上初めて、ワールドチャンピオンがかかった試合で新人がセーブを記録し、チームは88年ぶりのワールドチャンピオンとなった。2006年から本格的にクローザーに定着し、登板機会はなかったが、オールスターに選出された。 9月11日、シーズン40セーブ目をマークした。メジャー2年目までに40セーブ以上記録したのは、佐々木和弘とチャド・コルデロの2人しかいない。最終的に球団史上歴代3位となる41、セーブを記録した。オールスター開催までの成績が、防御率2.83、球団史上2位体の26セーブだったが、その後は不調で、防御率5.53。 15セーブだった。2007年は40セーブを挙げ、球団史上初めて2年連続で40セーブ以上をマーク。昨年に続き、オールスターに選出されたものの当番機会はなかった。また、7月12日から8月12日の間、打者連続アウト41人という1972年に、ジムバーの作った大リーグ記録に並び、7月24日、 タイガースとのダブルヘッダーでは2セーブを記録し、球団史上初めて1日で2セーブを挙げた。しかし、8月20日、カンザスシティロイヤルズの上位ギャスライトにアンダーを打たれ、記録は41人でストップした。2010年オフに FA となり、ボストンレッドソックスと2年契約を結んだ。2012年7月3日に解雇、過去3度の手術や腰痛による痛みから鎮痛剤を乱用し、 依存症からうつ病を発症。2013年10月に、脊椎の手術を受け、依存症を克服。最速103メートル PH も記録したこともある。フォーシームが最大の武器。それに、カーブカッターチェンジアップ等を交えて、相手をねじ伏せるパワーピッチャー。2005年の公評体重は111キロ。2006年は127キロと、太りすぎを指摘されている。の悪さから、 マイナー時代は100万ドルの腕と10セントの頭を持つ男と呼ばれた。エンゼルスのマイナー時代にはチームバスで酒を飲もうとしたこともあった。ありがとうございます。